報告の第4の主題として、日本共産党の値打ちの全体像を大いに押し出す活動について述べます。総選挙に臨む基本的な政治戦略として、ルールある経済社会、自主自立の平和外交という21世紀の日本の進路を大きく語ることと一体に、日本共産党の値打ちのこう全体像を多面的に押し出すことが重要であります。党の値打ちという場合、さまざまな角度があり、それぞれの党員が自らの党への思いも込めて自由闊達に取り組むことが大切ですが、報告ではこの間の情勢の進展に即して4つの点を述べたいと思います。第一に、私たち日本共産党が日本の進むべき道について国民の利益に立った旗印を掲げるだけでなく、実際の行動によって現実政治と切り結び、初歩的であってもそれを動かす仕事に取り組んでいる党であるということです。この点では、七中層以後の8ヶ月間に、私たちは党の歴史でも初めての新しい活動に踏み出しています。その一つは、財界大企業との関係です。我が党は昨年秋から、急速に広がった非正規切りに際して、日本経団連、トヨタ、SZ などとの初めての直接の会談を行い、雇用に対する大企業の社会的責任を果たすことを求めました。一連の会談で私たちが心がけたのは、立場が対立する相手であっても否定できない事実と道理を積み上げて、その行動の不当性を順々と解き、抜本的見直しを求めるということでありました。働く貧困層から職を奪い、路頭に放り出すことは何より人道に照らして許されない。巨額の内部留保を抱え、株主配当を行いながら労働者の首切りとは、資本主義の在り方としても堕落ではないか。大企業が競い合って首切り競争を行えば、雇用破壊と景気悪化の悪循環を引き起こすではないか。こうした行動は企業の未来をも危うくする自殺行為となるのではないか。このように一つ一つ話していきますと、相手も返す立場がなくなってきます。トヨタの幹部が会談の中で、アメリカ的株主優先はあまりにもどうかなと思うと述べ、会談が終了した後、立場が異なっても意見交換によって相互の理解を図ることは有益だったと発言したことは印象的でありました。中央段階だけでなく、地方党機関による企業団体への申し入れも全国各地で活発に取り組まれ、その総数は7000件を超え、党の申し入れの結果、解雇を撤回させるなどの経験が全国各地で生まれていることも大変重要であります。財界大企業に対する私たちの立場は、大企業を打倒でも、大企業を敵視でもありません。大企業の不当な横暴を正し、その経済力に応じた社会的責任を求めることが、党綱領が今求めている立場であります。それは日本経済の健全な発展を促すとともに、企業の発展にもつながる道であります。我が党の一連の取り組みは、労働者の苦難を打開するために緊急に迫られたものであるとともに、党綱領の立場を
行動によって示すものとなりました。この行動に対して少なくない経済界の人々からも共感の声が寄せられています。それは我が党が政権を担う党への力量を高めていくプロセスとしても意義ある取り組みであると考えます。今一つは日本共産党とアメリカとの新しい関係です。オバマ大統領への書簡を駐日米国大使に会って公式に届け、それに対して大統領の指示で国務次官補が公式に米国政府を代表して返書を出したという一連の動きを通じて、日本共産党と米国政府との公式の話し合いのルートが開かれたことは重要であります。この問題でも綱領が示しているアメリカに対する私たちの立場は反米主義では決してありません。我が党はアメリカの覇権主義の政策と行動については批判をしますが、アメリカとの対等平等に立った真の友好関係を望んでおり、またアメリカの偉大な独立革命と民主主義の歴史には大きな尊敬を持っています。さらにこの間の我が党の一連の行動は2004年に改定された新しい綱領に基づくものであるということを強調したいと思います。新綱領では従来の帝国主義論を発展させ、今日の世界においては一律に独占資本主義国イコール帝国主義国とは言えなくなっていることを明らかにしました。そしてある国を帝国主義と呼ぶときには、その国が独占資本主義の国だということを根拠にするのではなく、その国が現実にとっている政策と行動の具体的内容を根拠にすべきだということを明確にしました。こうした立場でアメリカのとっている対外政策の全体を具体的に分析し、綱領ではアメリカについて帝国主義という規定をしています。しかしそのアメリカについても、その将来を固定的に見ないことを綱領改定の際に明らかにしました。そしてこの立場からアメリカの取る対外政策のすべてを頭から否定すべきものだと先入観を持って見ることはせず、事実に即していわば複眼で見る、覇権主義の政策と行動は批判するが、世界の世論を反映して前向きの変化が起こったときには積極的に評価するという対応を心がけてきました。オバマ大統領のプラハでの演説に際して私たちが行った一連の対応は、こうした党綱領の立場を行動によって示したものであります。この取り組みもまた私たちが政権を担う党へと成長していく上で初歩的ですが意義ある一歩であるということを強調したいと思うのであります。第二に、日本共産党が全国に40万余の党員、2万2000の支部、3000人の地方議員を持ち、草の根で国民の苦難軽減という立党の精神に立って奮闘し、草の根の戦いと共同して日本の全党を切り開く党だということも大いに語りたいと思います。困ったことがあれば共産党へということが日本社会で浸透しつつありますが、我が党の草の根のネットワークは、生活相談、労働相談、職場や地域の要求実現など国民の利益を守るために日々頑張っていることは私たちの最大の誇りとするところであります。とりわけ
この間の活動で特筆すべきは、経済危機の下で襲いかかった雇用破壊に正面から立ち向かい、労働者の仕事、生活、命を守る戦いに労働団体、市民団体と力を合わせ、全党が取り組んできたことであります。この中で重要な成果も作り出されつつあります。この間、非正規雇用労働者、正規労働者を合わせて、全国で1万人以上の労働者が、500を超える労働組合に結集して、雇用破壊に反対する戦いに立ち上がっています。労働局に、派遣労働者の違法解雇の是正を求める、申告運動が、全国で取り組まれ、派遣先企業による直接雇用、正社員化を勝ち取った経験が各地に次々と今生まれています。違法解雇撤回を求める裁判闘争でも、宇都宮地裁、甲府地裁などで勝利判決が下されています。また今年に入って派遣村相談活動が全国161箇所に広がり、1万人近いボランティアが労働者の命をつなぐ活動に参加しています。これらは労働者の生活と権利を守る戦いであるとともに、不当な攻撃に対しては強力な社会的反撃をもって応える社会へと、日本社会の姿形を変えていく大きな未来ある戦いであります。人民の戦いこそが、人間らしい労働のルールを作り、また平和な世界へのルールを作る最大の力であることは、人類の歴史が証明しています。国民の苦難を軽減し、平和な世界を目指すあらゆる戦いに草の根から連帯し、未来を開く日本共産党の役割と責任は大きなものがあります。第三に、日本共産党が自民民主の二大政党による暮らし、平和、民主主義を壊す悪政の競い合いの危険に正面から立ちはだかる唯一の政党となっていることを強調したいと思います。自民と民主の両党が異常な財界大企業中心の政治、軍事同盟絶対の政治を共有していることはすでに述べましたが、二大政党の問題点は、その両党に対立軸がない、政治の中身に違いがないということだけにとどまりません。両党の共通部分こそ問題であります。すなわち、同じ古い政治の枠組みの中で競い合って悪政を進めているところに、日本の政治にとっての重大な危険があることを直視する必要があります。消費税の引き上げは、麻生自公政権が2011年度までの増税を明記した法律を強行する下で、国政の重大争点となっていますが、もともと年金財源のためとして、3% という引き上げ幅まで提示して、消費税増税の先導役を務めてきたのは民主党であり、民主党は今もこの立場を変えていません。自衛隊の海外派兵問題でも、海賊対策を名目に自衛隊派兵を行う提案を最初に行ったのは民主党であり、麻生首相がものすごくいいことだと歓迎し、新たな海外派兵の拡大として具体化されました。自衛隊の海外派兵の恒久法の早期制定のための法整備を提案し、国連の決定があれば海
海外での武力行使が可能となるよう、これまでの政府の憲法解釈を変えると国会の場で公式に答弁しているのも民主党であります。鳩山代表は憲法9条2項を現行憲法の最も欺瞞的な部分と敵視して、それを削除し、陸海空その他の組織からなる自衛軍を保持することを憲法に書き込み、海外での武力行使を可能にする憲法改定案を明らかにしています。この党が海外派へ憲法改定などの問題で自民党よりも突出したタカ派的立場をしばしば打ち出していることは看過できません。さらに重大視すべきは、民主党が衆議院の比例定数を80削減することを打ち出していることです。民主党の主張は自民党にも影響を与え、自民党からも50人は削減するとの声が起こっています。現行小選挙区比例代表制並立制の下で民意を反映する唯一の部分となっている比例代表を削減廃止することは、国会議員が身を削るものではなく国民の民意を削るものに他なりません。それは国会には第一党、第二党、第二党だけあればいい、共産党も公明党も社民党も国民新党もいらないというに等しい議論であり、議会制民主主義への乱暴な挑戦だと言わなければなりません。これらの自民民主が競い合っての暮らし、平和、民主主義を破壊する動きに対して、国民の利益に立って正面から立ちはだかることができる政党は、日本共産党を置いて他に存在しません。この党を伸ばすことは、日本の政治を暗黒政治に逆行させる動きを許さず、明るい未来を開く上でどうしても必要だということを強く訴えたいと思います。第4は、我が党が日本共産党という党名が示す通り、資本主義を乗り越える未来社会、社会主義共産主義に進む展望を持っている政党だということであります。綱領は、21世紀を搾取も抑圧もない共同社会の建設に向かう人類史的な前進の世紀とすることを目指して力を尽くすという一文で締めくくられていますが、私たちの目指す共同社会への動きは、現代の世界の中にさまざまな形で現れています。世界経済危機と地球環境の破壊という問題は、資本主義という体制そのものがこの危機を乗り越える力を持っているのか、資本主義の限界という大問題を人類の前に突きつけています。そしてこの問いかけは、必然的にマルクスへの関心の強まりにつながっています。この動きは日本でも現れ、メディアでもマルクスが話題となり、不破哲三さんの著作マルクスは生きているが反響を呼ぶ状況が生まれています。ソ連崩壊という世界的波乱の中で、中国、ベトナム、キューバという社会主義を目指す国々が存在し、政治上、経済上の未解決の問題を残しながら発展の道を歩んでいることも世界にとって重要です。世界経済危機の下でも、中国が経済的発展を維持し、世界経済の立て直しの上でもその国際的地位を高めていることは注目されます。ラテンアメリカの一連の国々で進歩的政権が樹立され、独立と民主主義の課題を前進させる中で、
新しい社会主義を目指す動きが生まれています。これらの動きが起こる背景には、国民に深刻な最悪をもたらした新自由主義への拒否にとどまらず、資本主義的進路によっては国のまともな発展は保障されないという強い思いがあります。そしてこれらの国々がソ連型社会をモデルとせず、選挙での多数者の合意によって社会主義の進路を切り開こうとしていることは大変重要であります。このように私たちが目指す社会主義共産主義の理想に向けた動きは、危機と転機のにある世界の中でさまざまな形で現れています。これらは21世紀が資本主義から社会主義への世界史的な前進の世紀となり得ることを強く予感させるものであります。世界の大きな、世界を大きな視野で捉え、日本共産党という透明に刻まれた自由で平等な共同社会の理想を大いにこの選挙戦で語ろうではありませんか。